よあっち。夕方は少し涼しくなってきましたね。急に暑くなってきたから。中野サンプラザですね。中野サンプラザ。中野サンプラザ前です。中野サンプラザ。でいろんな人がいろんなイベントをやったところですね。まあ、ちょうどこの真ん前あたりで今日は やってみたいと思います。この辺ないかな。ちょうど駅から降りてくる人たちがいると思う。サンプラザ前ですね。今日はちょっと曲会に参加してまいりました。中野サンプラザ。がっつり腑に落ちる講義でしたね。あ、ちょっとここまで来たんでね、やらないわけにはいかない。ちょっと小1時間ほどやったらもうすぐ引き上げます。Thank you.
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 やられちゃって、
帰ろう。これなんかでもリードがちょっと前から不安定なんですよ。ちょっといただきました。もう一つスペア持ってきてたらよかったね。もうちょっとだけやろうかなと思ってた。意外に広くてやりやすかった。結構ごちゃごちゃしてるかなと思ったけど、ね、中野サンプラザ前です。中野サンプラザ、ね、この中でやってみたいもんだね。まあ一生涯中でやることはないですけどね。まあ外でやることは何中でもできるけどね、中ではもう一生できないもん。てか大体もう屋内でやることももう生涯ないかもね。一回ぐらいあるかな、ね。まあ、外だったらいつでもどこでもできるからね。この気楽さがいいんですよ、外っていうのは。屋内でやるということは予約して時間も決めてやらなきゃいけないから、予定決められちゃうとね、その時体調悪かったりとか用事があったりしたらできないですもんね。屋内でやるっていうことは時間も日にちも決められちゃうんで、やっぱ縛られますよね、うん、縛られない生き方、縛られない演奏家ってこと で、ね、でたまには縛られたいですけどね。たまには屋内でやってみたいね。屋内の方がやっぱりやりやすいからね。音の跳ね返りが全然違うから。これ野外っていうのはね、まあ長いことやってきたからだいぶコツもつかんでるけど、最初はね、その場所によってその音がね、吸われたりするから、人が多かったりするとね、バランス取りにくかったけどね、この頃もそれは300回以上やってるからね、だいぶもう慣れたもんですけどね。もう PA システムなしでもどこでもできます、ね、でもたまには屋内で PA のあるところでやってみたい気もするけどね。まあ本日もご視聴ありがとうございました。これで東京都内も結構やったね、もうね。もうやってない区、23区で、数えるほどしかないね。
東京も結構やってるからね。別に東京は、まあ別に東京なんてどうでもいいんだけどね。まあ東京の方が人は多いか知らんけどね。